けがもうすごいボンバー、自由研究で使うポッカレモンを買い忘れ、一番大事なやつ、もうバカやわ。今からコンビニまで走ってきます。旦那に子供たち預けて行ってきます。え、なんかでかじゃあ、おけがおけがこっち来て、おけがやっていってます。おすごい、さっき買ったやつ、オレンジ、オレンジ。じゃあここにどんどん入れてみよう。ママ、これあのこれで顔とか作れるの？顔？どうやって？え、こういうのかな。おー、紫になった。すごい。レモン入れてみた。顔は、この人は？入れてみるよ。少し入れてみる。おお。え、あ、違うわ。来て、こっち来て。食いたい。なんか七尾で遊べるとこに、海見に行ってもいいし、とりあえず。いや、むしろこれ岩垣売ってんの、めっちゃ調べてるけど。おやす、はい、今から化粧をしていきたいと思います。すっげえ顔。最近はこちらのマナーラトーンを日焼け止め下地使ってる。これがね、乾燥肌にめっちゃいいくて、めっちゃいい感じ。これで日焼け止めと下地が完了。これで1本で結構綺麗じゃない。私昨日ちょっと化粧落としきれてなくて、やべやべやべ。もう本当にフェイスパウダーでちゃちゃっと仕上げるだけ。あ、コンタクトも変えてない。あー、頭かゆい。子供を産んで今1ヶ月半くらい経つんじゃない、1ヶ月半くらいだけど、急にさ、この子に育てていけるのかなとか、すごい急にふーと思うことがあって、今まで4人の時まではそんなんなかったんやけど、変な気持ちになることがあります。顎しゃくれとるやないかい、巻きすぎ。完成です。明日で終わりのピーチ、今回3回目、今期めっちゃうまい。これ一番好きかもしれない、その中で。今からマジ何しようね。子供たちをお風呂入れたり寝かしつけてきて、旦那に子供たちをお願いして、今現在8時50分夜の買い物に来ました。この時間にね、よく買い物に来ることが多くて、マジ田舎なんで9時までの店がめちゃくちゃ多いから、まあね、本当に空いてる店がめっちゃ少ないから、ちょっと遠くまで来たりもするんだけど、食品だったり必要なものだったり、おむつとかも全部この時間に買いに来る方が多いです。昨日ここでね、お店でお尻拭きを買ったんよ。だけど
その子シルキをね、まさかのねお店に置いてきてしまったって、簡単なことやってますわ本当に。もう嫌になってくる、まあ、よくあるんだよね本当に。お店の方にはねもう迷惑すぎてね、もうちょっとくるって感じなんですけど、ポンコツやろうです。今日もねおシルキを、はい、忘れてきたので取りに行きたいと思います。本当に申し訳ないです。今日はこんな感じで今から、買い物して、そこからゆっくり家に帰りたいと思います。はい、ご飯を作っていきたいと思います。ドスプーン昆布を、はい、今日はイワシがめちゃくちゃ安かったので買ってきました。頭も取ってあるしめっちゃいいよね。昆布を取り出さないと。そして出汁完成。ちょっと少なかったかも。今日なんか全体的に少ないわ。小麦粉。一番でかいフライパンで焼いていく。よいしょ。あ、間違った。新しいやつやったじゃん。あかんかった。開いてなかった。入れすぎた。オッケー。よし、やっていきます。絶対足りんやん。辛いよね。どんだけ食べるかってね。作った日に限って食べるし、ね、あんまり具材がゴロゴロ入ってる味噌汁はなんか下の子があんま食べるので、そうかんない。で、十分。今日はイワシとあとトウモロコシ。もうレンチンだけ、レンチンして、トウモロコシ好き？うん。私3個ある？3個じゃない、これ2個だ。2個ある？2個や。レンチンしたら？買ってこうかな、マジで。もう買ってもないし。マスター、アナンタン。あー、少ないわ。あ、水に戻そうかな。そうかな。いっか。もう入れちゃう、ごめん。何が美味しいですか？トマト、魚美味しい？ありがとう。トマトと魚、こんな感じ見えるかな。いただきます。